秋田市立城南中学校は、秋田県秋田市奈良山城南町にある公立、中学校。略称は、城南。教育目標は、豊かにたくましくから心豊かにたくましく生きる生徒の、育成。秋田市南部にある、所を寺山の一部を造成して建設したため、校舎は、秋田市街を見下ろす高台に位置する。周辺には、 秋田赤十字病院や JR 東日本や秋田総合車両センター、南秋田センター、一つ森公園がある。学校前にある平均車度11度強、大きく S 字を描く全長100メートル余りの坂を城南坂と呼んでいる。文字通り、心臓破りの坂で通学時の難所だが、生徒にとっては絶好のトレーニング場でもあり、指揮を通じて、 運動部員がこの坂を駆け上る姿が見られた。平成の新校舎建設の際、緩やかで歩きやすい坂に作り直された。立地の関係で、周辺は、起伏が多く、体力を養う環境は豊富で、グランドから裏山を抜ける各種ランニングコースや、新校舎建設以前のプール脇にあった、造成時に山を削った後の休憩車で高さのある、斜面は、 学校関係者や生徒から、通称、アイガーの他壁と呼ばれ、粘土質で足場の悪い壁面をよじ登って、身体能力を鍛える生徒が少なからず存在した。交渉の矢は、旧は北藩主、佐竹校の紋章を模したものであり、三本の矢羽は、校訓の、礼節、協力、健康を表す。城の文字は、城南中学校を表す頭文字であり、 白の文字を囲む六角形は雪国、秋田を表す雪の結晶でもある。デザインアイデアは中村虎之助。立志の像は秋田市立城南中学校のシンボルで校舎前の市街を見下ろす位置に立っていたが、現在は正面玄関前に移設している。制作者は彫刻家の小柳力。二田四つ子屋、上北での三つの中学校が統合してできた。 学校だけに、全校生徒に何か一つ心の寄り所になるものは、ないかと創設当時の教師や生徒が考えたのが、立志の像である。この像は、等身大の少年少女の姿を白色セメントで仕上げたもので、約1.6メートルの台座に立つ。1971年12月に除幕している。少年の立像は、北極星を指さし、より高く、勇ましく、 厳しい北風に向かっても我が志を貫き進む姿を表す。少女の座像は海のように深く広く大らかな気持ちを失わないようにということを表している。未来に対する限りない希望、毎日の厳しい生活の中でも自分自身をしっかりと見つめたくましく生きてほしいと願い、生徒の心に明日への前進を決意させる象徴である。ありがとうございます。